ことがずっと問題になってますね。なんだよ、レーダー照射、あれは何だ、録音ってことなの？そうなんじゃないですか。はい、うん、要するに、ごく普通に言えば、それに歩いてたら、拳銃たちがこうしたこと、そうです。撃つぞっていう、その体制だったこと、うん、だけど韓国というのはなんで大統領はダメな、あのちょっと調子悪くなると日本を攻めるね。ほんで大抵あのやめて後で捕まったりなんかするんだな、変な国だね。そうですね、うん、だけど実際日韓の問題というのは、あの横暴やなんかああいうとこ行くと、あとまあ他局の番組なんかとやたら韓国のドラマだなんだっていっぱい入ってきて、普通だったら締め出してるんだって、うん、バックグラウンドにやっぱり大統領が日本叩きをあれだけはっきりすれば、うん、民間っていうかそういう人たちだって勢いつくじゃないですか、うん、だから それはどういうことですか、あれはね、韓国の政府困ってるからです。岸さんはその韓国のこの対応に対してはどう思ってらっしゃいますか。徴用工およびそのレーダー照射問題に関しては、うん、その韓国の今の政府の対応というのは問題が多いと思います。ただそれとはまた別に、今回その裁判で判決が出ちゃって、でその裁判の判決には国家は従わなきゃいけないんですよね、うん、つまりその政府とはまた別の司法が判決を下したもんだから、そのあこんな時に日本といろいろ交渉しようとしてもその法律に縛られちゃうと、判決に縛られてしまうと、だからフリーハンドがなくなったっていうことで、うん、ムン・ジェイン政権も困ってると思うんですよ。俺よう分からへんけど、もうそこまで考えてもええんちゃう思うんやけど、もう別にあの韓国とその頭下げてまで仲良くする必要もないし、向こうの立場とか考える必要もないし、韓国にあるもん日本に全部あるし、あの韓国と付き合わなくても俺何も困らへんから、もう付き合いやめますか。付き合いやめてもええんちゃう別に。いや、あのうまいキムチとかそういうのも、いやキムチね、例とかありますね。僕ね、あ若い時はキムチ屋、このキムチ屋のね娘と付き合ってましたよ。政府の中でも今もうこうなったら断交だと、国交断交だって言ってるような方々も中にはいらっしゃる。いらっしゃる。そりゃそうですね。そりゃむちゃくちゃやもん、言うてることやってること。いや銃突きつけといて、突きつけてません？いや、ただね、いまだに500万人が往来して、うん、多くの学生が日本で学ぼうとして働いて、うんうん、で日本企業も出ていってると、うん、そうか、何も頭下げて仲良くしてくださいっていう気はないけども、一応こう経済交流やってと、友好関係を築こうとしている人たちがいると、うん、そういう人たちがいる中でどうなんでしょうね。例えば政治さんが、うん、あの怒ってると、うん、であの付き合わなきゃいいじゃないかって話をしたと、うん、でこれをどのレベルで付き合わなきゃいいのかっていうことをちゃんと分けるべきだと思います、うん、いや俺ちゃんとが基本的にこう人間対人間ですよね。もう嘘つくとか話し合いの時に、うん、取り繕うとか、うん、それ一般社会においたって無理やんか、はい、それを国際社会で国のトップ同士で膝揃えて話しましょうかっていう時に、取り繕ったり嘘ついてみたり話をすり替えてみたりとか、そんなとこで国としては機能してないから、付き合わねえと思うね、はい、あの国のレベルでそうしたものに不信感があるのが分かると、うん、一方で対個人と違って国同士って嘘をついたり隠し合うものなんですよね、前提として、うん、外交というのはそれぞれの国民に向けてリップサービスをして、で対外的にはいいものを、まあ、引き出そうとして、いやいや分かる分かる、それはそうなんやけど、うん、はい、それはちゃんと分からないようにというか、あからさめに相手国をバカにしたような嘘とかは、そう、もう喧嘩しようか言うてるのと同じことやんか。よくわかります。で、その外交レベルの、うん、例えば縁を切ろうっていう話が、うん、今回のその日韓のレーダー照射問題については、うん、はい、もう議論を置いときましょうということなのか、それと文化交流全体を打ち切ろうかで全くレベルが違うんですよね。いや、もう文化交流を打ち切ったらええやん、もうそんな。国交断絶、そこまでいきますか。その国際社会からどう見られてるかってすごい大事だと思うんですね。日本として怒るっていうのはものすごいわかりますけど、うん、この問題ってやっぱり韓国と交渉するのが難しくなっちゃうと、国際世論をどうやって引きつけるかってすごい大事じゃないですか。でもやっぱりレーダーの問題って地味だから誰も興味ないし、で徴用工っていうのは
ついつい慰安婦とみんなごっちゃにして、やっぱり国際社会厳しいんですよね。だからやっぱりあんまり日本が大人げないことを言うよりも、韓国対韓国じゃなくて国際社会に向けて日本はこういうふうにちゃんとやってますっていうのを見せていくことが大事なのかなっていう気がしますけどね。いや僕ね、韓国去年も4回行って今年も5回行く予定なんですけどね、行くたびにね、なぜ韓国の人はこんなに日本が嫌いなのか、それをね知りたくてね、やっぱりいろいろ話を聞くんですけどね、この間韓国の国防委員長が安倍総理のことを豊臣秀吉みたいだって言ったじゃないですか。あれよく聞く話なんですよ。日本人の感覚からするとね、何言ってんだろうなと思うんですけども、結局ね韓国の人は日本人が嫌いなんじゃなくて、日本政府その指導層に対する強烈な危機感、に僕らの感覚であの植民地時代をね相当恨んでるんじゃないかなと思ったら、いやそうじゃないと、振り返れば豊臣秀吉からね常にこの400年間ね日本は朝鮮半島を狙ってると。だけど彼らの言い分としてはですね、僕が聞いた話だね、それでね二度と戦争しないって言ったのたかだか70年ぐらいだと、とてもじゃないけど信用できないと。だから日本人に対してっていうのも、この日本の政府指導層に対する国民的な危機感っていうのは相当強いんだなっていうのは僕の印象なんですよ。言葉を返すようだけど、僕も阿川さんも一緒に韓国とか行ってるけど、そんなに評判悪いかね。悪くなくないですか？悪くなくない。いや日本人には全然悪くないでしょ。太蔵さんが言いたいのは、要はその政府と国民レベルでまた違っていて、一対一で会うととてもフレンドリー。もう大好きよ。対行政機関ということになると歴史があるから、それはそれとして抗議してるっていうことですね。そうそう、僕はねすごくそこを感じるわけだから、そこを今話してどんなに一般の人たちがこう日本のこと好きだったりあれしたりしても、やっぱり政治が外交がこれだけ年がら年中こじれて、いつまでたってもやっぱり慰安婦像とかいう問題とか、いくらこっちが誤ったと思ってるのに、いくらこっちがお金を出した、もうスカモのおばあちゃんと同じになっちゃうけど、でも繰り返される、政権が、要するにさっきおっしゃったように政権の具合が悪くなると日本を叩きをしてそこから逃れようっていうこの方法はもういい加減にやめてくれっていう感じ。でもそれうまいことやると、うまいことっていうか向こう考えると、その子孫まで訴えてくるから、お兄ちゃんの問題、おばあちゃんの問題 で延々続くね、墓まで掘り返すっていう、ね、先祖の問題まで。さっきのその400年前のことでもう不信感を得てるから、もう仲良くする気がないということですよ、言葉変えたら。もう400年前のことを告げ直す方法なんてないんやから。じゃあ太蔵さんがどういうふうに、つまり政府間はどうやって仲良くするか、付き合っていくのかって思う。僕はね、大統領とかね政府のレベルであえて文句言ってるでしょ、ほらほっとけばいいと思う。韓国政府の韓国世論対策だから何も真剣に日本に向けて言ってるとは思えない。これをいちいちね日本人が相手にして真剣に聞いてる方がね、僕はねおかしいと思う。最初でもそう思ってて、黙殺してればいい、これ言わしてあげればいいと思う。僕は判決も太蔵さんの言う通りだと思うよ、で判決でね、例えば新日鉄だ三菱だ、差し押さえたら、そしたらそれこそね撤退したらいい。撤退したら韓国経済が一番困るんですから、そのくらいしてもじゃあいいですよ、撤退しますよと。経済交流ではそれやってもいいと僕は。そこまでやるんですよ。俺もだから ほっといたらいいわと俺は思ってたんやけど、そのやっぱりレーザーはあかんって。あれはね、あれはあかん、あれはあかん、あれだけはあかんわ、もう許せない。あれはあかん、やっぱ銃口向けたそれはあかんわ。これはどう考えたってね、日本政府の言ってる方が正しいですよ。もし実際にレーザー行って、撃ち落としたらどういうことになる？それはもうだって武力攻撃ということになるわけですから、場合によってはもう戦前後。いや日本はどうする、やる、やらないと思います。日本はただその場合はやっぱり日本の自衛隊が攻撃されたということになるので、これは自衛権の発露の対象になりますよね。でただそういったような状態っていうものがならないようにするための未然のものとして、そう本来は無線のやり取りであるとか外交努力っていうのはあったはずなんですよ。例えばアメリカに対して韓国が向けた
まあ、間違ってかもしれないけど向けた時に、はい、アメリカ側はどういうふうに対応するんですか。トランプ政権がですか。落としてんじゃいます。かなりその落としてんのか。落としてますね向こうね。まあ実際にその撃たれるまでに落とすかどうかはさておき、より警告が強くなると思います、ね、だからやっぱり日本は落とさないっていう前提じゃないですか。だからもう日本政府もね、防衛省ももうこれ拉致あかんと、もういいと、こう突き放したじゃないですか。もうこれ以上協議してもしょうがねえなと。僕はあれで僕はいいと思ってるんです、あの日本政府の対応で。うん、そうだと思うよ。